どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。ワンチームでやっていこう。ワンチームでやっていこうぜ。どうしたんですか急にしゅんさん。あの皆さんにちょっとお願いがありまして、あの僕ら株式会社ダイアリーという、会社で、しゅんダイアリーチャンネルおよびしゅんダイアリーのブランドで今いろんな就活生向けに事業を展開してるんですけども、あの人手が足りないんですよねっていうところで採用募集動画およびあの、まあ、近況を、近況報告動画に今回はできたらなと思ってます、うん、で今回あの僕らの会社でほぼ毎日働いている、まあ、インターン生 の, あの一部のメンバーに来ていただいてあのお話できたらなと思ってます。で採用本当困ってるんですよね。というのもあの会社を大きくしていきたいので、あの TikTok や YouTube や Instagram や就活のサービスで今全部注力するんですけど、特にあの YouTube と就活のサービスのところに注力していくっていうところで、それこそエンジニアさんであったりデザイナーさんであったりとか動画のディレクターさん、動画を企画して撮影して編集する人とか営業ですね。最近テレアポとかあとはそのお問い合わせフォームで地道にメッセンジャーとかで送ってアポを取るみたいなのをやってるんですけど、まあとにかく人手が足りないんですよね。でもリアルをね伝えていこう。リアルを伝えていこう。でもなんかさ、みんな来ようと思って意外と大変だったっていうよね。最初から大変と伝えた方がいいかな。でも大変。そう、大変ではあるんですよ。結局社員とかインターン生とか関係なくスタートアップなんで、もう全員ワンチームでやってるってところで、よく言えば裁量権があるかもしれないけど、悪く言えばもういや。B から社長の言葉。いや、ブラックなのかな。まあ人によるよね。そう、悪く言えば、そうだね、確かに。わかんない、うちは旗から見てる。ブラックだと思います。そうなんだ。いや、そうなんだ。ブラックなんだ。それは 100% ブラック。いや、そうなんだ。まず仕事でブラック、うんうん、でもさ、パワハラ的なやつはないでしょ。あ、それはないです、うん、みんな本当に優しくて、ブラック企業でも頑張ろうっていう人たちがもう絶対誰も来ない。あと、ということで、そもそもしゅんさんって就活してたんでしたっけ。就活はしてたんだよね。もう就活しまくった結果、就職しない方がいいっていう結論に至ったんですよね。なんで、就活チャンネルやったけど、やっぱり自分自身が就職してないっていう説得力は僕自身にはないですね。確かに矛盾してますよね結構。そうそうそう。でも世の中の人は全員就職活動すればいいって思っても特にないので、もういろんな自分生き方があると思うから、もう自分の人生であのやりたいことだったらそれやればいいと思うんで、情報に踊らされることは本質じゃないと思ってるので、うん、本当話半分に僕らもそのノウハウ系も出すけど、それはなんか刺さる人には刺さればいいし、でもそれが全てじゃないっていうところは、うん、自分自身が経験して強く思うので、うん、まあ、いろんな人生があって、自分の人生を自分で生きる人を増やしたいと思って、そのキャリアというか就活のチャンネルを今運営してるっていう形ですね、うん、そもそもなんで就活 YouTube をやられてるんですか。ずっと中学生の時から世界で戦える会社を、まあ、でっかい会社作りたいなと思ってたんですよね。その中で今の目標はダイアリーを時価総額10兆円企業にするっていうところが、まあ、今目標としてあって、同時に自分の人生を通じて世の中に主体的に生きる人で、それは自分自身が就職活動を通じて地方と都会の就活に関する情報とか機会行動格差を感じたという、まあ、原体験にも付随しますし、まあ、これからほとんどの大学生が就職活動を通じて自分の人生を選ぶっていうところで、結構強制的に自分の人生を考えるきっかけになると思うので、その領域で誰もが自分のいろんな選択肢を知った上で行動をして、で行動した上で人生を選ぶっていう経験ができる人を増やしたいなと思って、今就活の YouTube および就活の領域の事業を行ってます。若者の行動格差なくしたいなっていうのを思った時に、なんでなんかそれが体験みたいなところ伺いたくて、うん、なんで行動が大事かっていうと、結局行動からでしか自分のやりたいことや自分の成し遂げたいことは分からないと自分自身がやっぱ強く思ったからなんですよね。僕も最初 YouTube 始める前に仮面ローンに一生懸命1年間勉強して失敗した経験から、実際に行動した結果が出なくて YouTube に切り替えたんですけど、で YouTube でも結果出なくて行動しまくって、で
結局エンタメ系から仮面論系になって就活系になってて、何回もピポットというか転換してるんですけど、その時は分かんなかったんですけど、やっぱ毎回毎回結果失敗しようが成功しようが結果は忘れるんですけど、自分に残った変化っていうのは一生残るなっていうところ、自分が行動を通じて学んだことは自分の中に一生残るなっていうところで、見る景色が変わったりとか出会う人が変わったりっていうところをリアルに自分自身の経験や行動によって体験によって変わってきたっていうところが強くあって、でそういった経験や行動をすることで自分の人生が豊かになる、多くの人の人生が豊かになると強く思っているので、行動することで自分の人生が豊かになると信じているので、世の中に行動する人を増やしたいと思っているのと、やっぱり石川県で金沢大学でインターンしようと思うと受け入れてる企業少ないんですよね、実際問題。だから行動しようと思ってできないとか、そもそも情報を取ろうと思っても先輩で例えばメガベンチャーで就職してる人がいないとかっていうのは結構リアルにあると思うので、そこの格差、情報の格差、体験、機会の格差を是正する、春ダイアリの動画を通じてであったりとか、自分たちの事業を通じてその情報や機会や行動格差をなくすっていうことを、心からやりたいなと思ってます。ちなみに株式会社ダイアリーはなんか一言で表すとどんな会社なんですか？あ、株式会社ダイアリーは、じゃあみんな一言ずつ言ってきますか？難しいな。 あとみんなが結構本気っていうか、でみんなが本当に会社を大きくしたいと思ってて、本当にこの会社を大きくしたいって思ってる人が入ってくれたら、うん、この環境は最高なんじゃないかなと思いますね。確かに。私は新しいがいっぱい。ああ、それは確かにね、いいこと言うね。確かにね、確かにね。もう一個ある、めっちゃ視野が広がる、うん、あ、普通だったらいけないところとか、普通だったら撮影で会えたり、うん、お話できたりとか、うんうん、あるから、めっちゃ視野が広がる。そうそうそう、確かにね、まあ、そういう出会いもいっぱいありますし、うん、私とかやっぱ広報やりたいって言ったら、うん、やらせてくれるし、うんうん、いや、新しいことどんどん挑戦できる、うん、自分の扉を開けるみたいな意味がありますね、うんうん。どういう人と働きたいかね。そうですね、そこから実際そういう会社にどういう人に来てほしいかとか、うん、どういう人と働きたいかっていう思いがあったら、うんうん、確かにね、一人ずついきます、それも、うん、じゃあ会社としてこういうどういう風にや向かっていくかかと思ってるかっていうところも軽く伝えると、うん、今僕らの会社、株式会社ダイアリーとしては就活生向けの今チャンネルを運営したり就活サービスを運営してるんですけど、やりたいこととしてはもう主人公の人を増やすっていうところで、自分の人生を自分で決めて生きるっていう人を世の中に増やしたいなと思ってます、うん、で特に同世代の、まあ、若者の主体性が上がって、自分で決めて自分で生きる人が増えると、まあ、その若者たちの生産性が上がるし、日本の GDP も結果的に上がると思っているので、まあ、とにかく自分の人生を選んで自分で決めるっていう人を増やしたいなと思ってます。でその手段として今キャリアっていうところの領域でやってるんですけど、これからまあ領域を広げていったりとか、まあ、そもそもその領域のメディアっていうところからそこに付随する事業を作るっていうところを全力でスピード感を持って進めていきたいなと思ってます、まあ、なのでもうそれこそ自分たちよりも優秀な人であったり、自分たちよりもすごい人たちにこのチームだったら、まあ、ちょっと手伝ってあげてもいいかなって思ってもらえるように、ちょっと低いレベルを上げ続けて頑張り続けるっていうのと、まあ、一緒に働きたい人の像みたいなところも広く取りたいなと思いつつ、僕が思うのはやっぱ、まあ、大前提志が高くて、別になんかスキルとかがなくても熱量があって、うん、で、まあ、普通人間的にいい人っていうのはめっちゃ大事だなと思ってますね、うん、人間的にめちゃくちゃ素直でいい人っていうのが、まあ、絶対条件だなと思ってます、うん、みんなはじゃあどういう人と働きたいですか？人間的にいい人いいですね。なんか忙しい時に掃除できる人とかが、うん、忙しい時に掃除しちゃう人とかが多分めっちゃありがたいですね。忙しくても他の人に気を配れるみたいな、ね、ね、うんうん、合ってますね。そうですね、したらめっちゃ尊敬しちゃいますね、僕は、はい、ゆかちゃんどういう人と働きたいですか？疲れてても笑顔が多い人ですね。あ、確かに、確かに、みんな疲れててもいつも笑ってくれてありがとう、ありがとうっていう感じなので、ぜひそういう人待ってます。確かにね、苦しい時に人間の本質が出るからね。そうですね、うん、まあ、志が高い人と働きたいなっていうのもあるし、
まあ、今働いてるみんなみたいな感じの人、めっちゃ大変な時でもなんかお互いちゃんと支え合って、大変な時でも笑いがあるから、めっちゃ大変な会社みたいな、めちゃくちゃそうなんだ。めっちゃ大変な会社みたいだね。そうだね、相手のことちゃんと考えられる人、素直な人、心持ちが高い人がいていただきたいですね、うんうん、素直な人めっちゃ大事だね。大事だよね、うん、新しいことをいっぱい学ばないといけないし、うん、お互い意見言い合う風習というかあるじゃないですか、結構あるかもしれない。そうそうそう、だからそれを吸収してで改善できる人、うん、まあ、めっちゃいいですね。なので、あの学生であろうか中途の方であろうか、まあ、関係なく今採用を全力でしていくんですけど、まあ、素直で向上心があって心が、まあ、若いって言ったら表現が違うかもしれないですけど、綺麗な人っていうところと一緒に働きたいなっていうところですね、うんうん、で今見ている就活生の方、あの20代の方は同世代の、まあ、それこそ大手に行くつもりだったけど行かなかったとか、その学歴とかその肩書きじゃないところで本当の意味で同世代で優秀な人と働けるっていうところは担保できるように僕らも頑張りたいなと思ってます。はい、ということでダイアリーとしてあの一緒に働く仲間を、募集しているので、ぜひあの興味の持った方は下の概要欄からエントリーいただけたらなと思います。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。